どうも、九州タワーズの大輝です。はい、今回はですね、僕が最近購入した小物をご紹介していこうかなと思います。はい、でまず1点目なんですけど、こちらです。以前ね、中尾さんもご紹介されていたロイトフォイヤーのヘアバンドになります。ちょっと高尾さんがね、購入したのを僕聞いてつけさせてもらって、めちゃくちゃいいなと思って、やっぱこの幅とカラーめちゃくちゃいいなと思って、僕も2点買いさせてもらいました。僕が購入したのがね、大阪のルームさんの方で購入させていただきました。ぜひ気になった方はですね、問い合わせてみてください。でカラーはですね、ブラックと僕はパープルを購入させていただきました。まあ、ブラックはまあこんなアイテムにも合うと思いますし、パープルはこう主張すぎない色なので絶妙にアクセントになるのかなと思っています。で続いて2点目なんですけど、こちら堺とレインスプーナー靴下を購入していただきました。まあ、こちらですね、 18AW のルックですごく特徴的だった、まあ、赤いダウンと同じ柄をあしらった靴下となってます。まあ、こちらですね、レインスプーナーというブランドはですね、まあ、ハワイアンシャツを作っているようなブランドなんですけど、それをダウンだったりコーデュロイに落とし込んだ堺らしいハイブリッドなアイテムとなってます。でお値段なんですけど、こちらの靴下が4200円と消費税、こちらの2つのヘアバンドがそれぞれ1800円と消費税となってます。どちらもね、コーディネートの、まあ、アクセントになるようなアイテムなんですけど、まあ、すごく欠かせないアイテムなのかなと思っています。はい、ということで最後の方になったんですけど、2周年記念ということで質問コーナーを行いたいと思います。まずね、ちょっと高尾さんをお呼びしたいと思います。高尾さん。はい。あ、高尾さん、飯が映ってないけど大丈夫ですか？あ、確かにすみません。はい。お、顔認証されてますね。お、お久しぶりです。お久しぶりです。まあお久しぶりってわけでもないんですけど、はい、高尾さん、質問コーナーの質問を募集したいと思います。お、久しぶりですね、だいぶ。そうですね、まあ、2周年記念ということで、質問コーナーをね、あの大好評だった、はい、あれ大好評じゃなかったですかね。いや、当時の規模にしては結構ね、はい、好評でしたよ。僕そんな記憶ありますけどね、はい、で僕もね、うん、質問コーナー誰からするよって聞いて、はい、動画の方を久しぶりに見てみたんですけど、はい、なんかね、うん、若いなって思いましたね。あ、そうですか。1年前しかいつも、あ、こんな髪型だったんだ。なんかすごい短かった時ですかね。短かった。はい、そうですね。なんか時代感じた。時代感じました。なんかすでに懐かしいです。あ、まあでも1年しか経ってないんですよね、意外と。はい、まあその話はね、僕たちの間でやるべきのことなんで。あ、すいません。はい、コメント欄の方でいいですか？そうですね、 YouTube のコメント欄の方で。はいはい、インスタの方とかじゃなくていいですか？いや、コメント欄にしましょう。コメント欄にしましょうか。はい、そちらも分かりやすいと思うので、はい、そしたら YouTube のコメント欄の方に質問の方ある方、はい、ぜひ書いてみてください。ぜひぜひね。1人20個まででしたっけ？いや、それ前やったけど、それのせいで結構しんどかったですそうですね、1人20個でいいんじゃないですか。いやいや、あ、ちょっと規模がちょっと違うか今回は。まあまあまあ嬉しい限りですけどね。じゃあ1人3つまで、うん、お願いします。どんな質問でもいいので書いてみてください。まあ、ファッションに関係しても関係しなくてもね。はい。まあ、個人情報以外は。ああ、なるほど。はい。お教えできるかなと思います。まあ、そうですね、はい。はい。ということで、今回は以上となります。はい。最後までご視聴ありがとうございました。はい。ありがとうございました。インスタグラムのね、方もそれぞれ個人アカウント開設しているので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、では。